はい、今回は岸田文雄首相が会見で大胆に少子化対策を検討すると、こちらの件がですね、ニュースになっておりまして、ちょっと思うところということでお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。岸田文雄首相がですね、会見で、大胆な少子化対策を検討すると、そういったことがニュース記事になっておりまして、そちらについて、僕の思うところということで、考えてお伝えしていこうと思います。まずですね、どういったことなのかっていうと、ニュース記事を、気になるところ、そちらを引用して、その解釈っていうことでお伝えしていこうと思うんですが、まずこういったことなんですね。まず一つ目からいきます。岸田文雄首相は4日訪問先の三重県伊勢市で開いた年頭記者会見で、今年の経済運営に関し、成長と分配の好循環の中核である賃上げを何としても実現しなければならないと述べたと、このようなニュース記事が、ありました。皆さんも思っていると思いますが、普通に考えてですね、今っていうのは日本国内の経済状況が非常に悪いわけですね。で、その賃上げって言いますけど、どうやって賃上げするんでしょうか。日本国民の給料っていうのはずっと下がっているっていうことが分かってるんですね。だからこの賃上げをするっていうことも、僕は難しいと思います。実質賃金が下がっているってことも分かってるし、給料も下がってる、日本の中小企業の業績が悪化しているところが多くある、経済の循環が悪い、中でですね、賃上げ給料を上げるっていうのが難しいと思うんですよ。で、この成長と分配の好循環とかっていう難しいことを言ってますが、日本経済が成長していない、ここ数十年ね。で、分配などをどのようにするのかっていうのが全くわからないですね。で、今回の、この大胆に少子化対策を検討するとかっていうような話なんですが、何やらもっともらしいことが書かれていたんで、そちらを考えてみようと思います。一方、少子化対策については4月に発足する政府の子ども政策の司令塔である子ども家庭庁の発足を待たずに、児童手当などの経済支援強化、学童保育や病児保育、産後ケアなどの子育て家庭への支援、仕事と育児を両立する女性の働き方改革の推進の3点を中心に議論を開始する考えを示した上で、異次元の少子化対策に挑戦し、大胆に検討を進めると語ったと、このようなことがありました。異次元の少子化対策というとですね、何やら大きなことに取り組むのかなと思いますが、よくよく考えると、おかしいんですね。そんな難しい話ではないんですよ。とても簡単なんですよ。だからこう話をね、すごく何か難しく言ってるんですが、そんなに難しくないっていうことです。まずですね、この少子化対策って言ってますけど、その少子化対策にはどういったことが主だった原因になってるのかっていう、そういった話からなんですよ。皆さんも僕も、思うと思うんですが、少子化対策っていうのは子どもが、少ない、あるいはできないわけじゃないですか。で、今っていうのはもっとその前の段階で結婚しない若者っていうのが、増えてるんですよ。で、当たり前ですけど、日本の若者の責任では ないですから、日本の若者とかっていうのはなぜ結婚しないのかっていうと、結婚しても経済的に厳しいし、まして子どもを育てていくことができないと、そういったことを懸念してですね、例えば結婚しなかったり、子どもが、できなかったり、子ども作らなかったりっていう、そういった少子化対策の大きな原因っていうのはそういったところにあるんですよ。で、そういったものを、解消するっていうのは、もう本当に単純なんですよ。減税ですよ。特に消費税の撤廃、消費税の減税なんですよ。だから少子化対策、と名を打つ、あるいは異次元の少子化対策に挑戦すると、そういったものを掲げる、分かりました、だったら消費税を撤廃しましょう、消費税を期間を、長くしてもいいんで減税しましょう、それが役に立つと思います。少子化の大きな歯止めになると思います。しかし岸田文雄首相は何を言っていたのかというと、最近まで防衛費を増額するために増税しないといけない、増税するっていうことを言ってましたよね。増税するっていうことと、少子化対策っていうことは真逆なんですよ。先ほど言いましたけど、少子化の原因になっているものっていうのは
日本国民の経済状況なんで、減税をして、国民の生活をより良くする、そういうことを打たなければ、少子化対策など、解決することは、ないんですよ。で、この異次元の少子化対策とか言ってますけど、消費税を撤廃、あるいは消費税を減税する、そういったこと、がもう早急に必要だと思います。先ほど僕お伝えしましたけど、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、なんで子供ができないのかって、なんで少子化なのかって言ったら、そもそもその手前に結婚しない人が多いんですよ今っていうのは、あるいはもしも結婚しても経済的な状況があって子供を作らない、それを解消するっていうのは経済の問題なんでね、まさにそれこそ好循環っていうような話なんですよ。で、成長と分配とかね、難しいことを言ってますけど、簡単な話ですよ。ここ数十年間ね、失われた30年とか言ってますけど、日本の経済って成長してないじゃないですか。そういったこともこの少子化対策の大きな原因と、なってると考えられるんですよ。だから経済成長を、するっていうこともそうですし、日本国民の若者が結婚して子供を作るっていうこともそうなんですけど、それに必要なことといえばおそらく2つです。1つ目が消費税の撤廃、2つ目が積極財政って言ってね、その中小企業とかにお金を、出して、経済がぐるっと好循環の方に、向かっていく、それが必要なんですよ。そのどちらも掲げていない時点でね、この僕がお伝えしたように、この岸田文雄首相っていうのは、大胆な少子化対策を検討するとかっていうことを言ってますけど、どこにも消費税を撤廃するとか、積極財政っていう言葉が ないじゃないですか。そのような感じでは少子化対策になってなるはずがないんですよ。別に難しく言ってますけど、全く難しくないですからね。いつものパターンになってると思いますが、大胆に検討すると言っておそらく何もしないんでしょうね。もうそうとしか考えられないんで、ね、こういった話っていうのはその、経済の、難しいような話に見えるんですが、別に全く難しくないんですよ。単純な 話です。ただ僕はこのように思ってますし、リスナー様もこのように思われる方がいらっしゃると思いますので、今回のニュース記事とそちらについて思う解釈っていうことで、お伝えさせていただきました。何かしら、共感していただけるところが一つでもあれば何よりですっていうことで、今回ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたしました。